皆さん、ハローサイクリングの友達紹介機能ってご存知でしょうか。アプリのトップ画面の右上にあるアイコンをタッチして、ハローサイクリングアプリを使ったことのないお友達を紹介すると、紹介者と紹介された人それぞれに漏れなく140円分の無料乗車クーポンがもらえるんです。今日はこの友達紹介機能の利用方法について紹介したいと思います。ハローサイクリングのアプリを起動、そうすると右上に3本線があるので、ここをクリックします。そしてお友達紹介して無料乗車クーポンゲット、このオレンジのバーをクリックします。クリックすると無料でハローサイクリングが利用できる乗車クーポンを友達に送る、その下に自分のコードがですね出ますので、それを友達に紹介するそうです。これコピーもあるんですけど、友達に紹介というボタンを押します。そうすると LINE でも送れるんですね。これ簡単ですね。 LINE でも送れますし、メール、メッセージ等の選択画面が出ます。送りたい人にチェックを入れて転送ボタン、これでもうコードが送れるんです。簡単ですね。しかもこの乗車クーポンは紹介したお友達の数だけもらえるので、とってもお得なんです。ぜひこの機会にお友達やご家族にハローサイクリングのアプリを紹介して無料乗車券をゲットしてください。